どうした？お前、一応言っておくが、パーティーでお前が飲んでいたのは酒だ。水ではない。ホテルの階段で転びそうにならなければ、その言葉にもまだ説得力があったのだが。見事な責任転嫁だな。遠慮しておく。危ない。飲みすぎだ。やはり今夜は私がずっとそばについているべきだった。友人ができたのは喜ばしいことだが、今後病院で彼らに会うことがないといいな。思わない。していない。怪しくない。ダメだ。着いたぞ。部屋まで送る。なぜ座ったまま動かない。そんな哀れな顔で私を見てどうした。ほら、これほど酔って言いながらまだ酒と離れたくないのか。ちゃんと持ったぞ。自分で歩けるか。しっかり捕まっていろ。落ちても責任は取らない。まだ口答えする元気は残っているようだな。ならば自分で歩くといい。ではその先生からのアドバイスだ。黙って私に寄りかかっていろ。無駄なことに力を使うな。お前はすでに酔っているだろう。明日の朝、余計に辛くなるだけだぞ。お前、少しはおとなしくできないのか？
んと座れ。足をバタつかせるな。正常な反応だ。飲酒後は血小浸透圧が上昇し、まあいい。蜂蜜湯を持ってきてやる。お前、本当に懲りないやつだ。まあ、綺麗だ。私も興味が湧いてきた。その酒はそんなにうまいのか？確かにあまり強くはない。お前な。少しは酔いが覚めたか。タオルを湯で濡らしてくる。酔っ払いの顔を拭くためにな。こちらを向け。体ごとだ。特別待遇のつもりなのか？この酔っ払い目。酔いがさらに回ったようだな。病院だわ。このように患者を手荒に扱うとクレームが来てしまうぞ。今さらおとなしいふりか。だがさっきお前の頭に奇襲されたせいでまだ顎が痛い。目がうつろなのに私を診察する気か？確かによく見えていないようだ。もう一度確かめてくれ。ちゃんと見たのか？根に持つんだな。では方法を変える。目を閉じろ。ああ、今回は騙していない。
普段の機敏な身のこなしはどうした？これほど簡単に捕まるとは、ハンターとして警戒心が欠けているのではないか？その返事はずるいな。何をブツブツ言っている？普段はそういった理屈を毛嫌いしているのに、ましてこういう状況で私に道理を解けというのか。確かに熱いな。一つ言い忘れていた。酒は当然人を酔わせるが、私を酔わせることができるのはアルコールではない。